今日紹介する作家は永井荷風。銀行員としてフランスに滞在した時の思い出を綴った短編集です。永井荷風、フランス物語に収録されている短編蛇使い。夏の終わりの午後、仕事をサボってリヨンの郊外を散歩していた荷風は、夏の夜に見せ物小屋で見かけた蛇使いの女の夜の妖艶な姿とはかけ離れた姿を目撃します。年中同じ狭い部屋の中に閉じ込められ、同じ銀行の帳簿を同じように繰り広げている身の上がつくづく嫌になった。外国にいるとはいえ、狭い日本人の間に生息していては、東京の天地にせぐくまっているも同じこと。自分はもうリヨンに飽きた。もう少し違った新しい空が見たい。新しいものは必ず美しく見える。生んだ心に生気を与える。鈍った神経に微妙な刺激を与える。日の照るうちは車の中で、汚い毛布か藁に包まれて寝ている。その車は痩せた馬に引かれて、コトコト小石をきしりながら果てのない街道をゆるゆる行く。夜になるとたどり着いた見知らぬ村の道端で、見知らぬ空と星の下でドラ鐘を叩いては、見知らぬ男女の前におしろいを塗った表を晒す。とある車の入り口に腰をかけ、うつむいて一心に針仕事をしている女がある。年子かと思われる、いずれも三四歳の子供が二人。自分はもしその見事に串削った髪の結いようを見逃したなら、到底かの世のものすごいなりわいの女と気のつくことはできなかったであろう。ゆえんを吐くカンテラの代わりに哀れ、日の光で照らしてみる蛇使い。自分はなんだか妙に悲しい気がした。赤子を持った母の姿、それが原因であろうか。そうとも言えるし、またそうでないとも言える。悲しいような一種の薄暗い湿った感情を覚えたとでも言い直しておこう。